東京新聞がこの懲罰動議の件を記事にしておりました。豊島区議会は14日、津田良二区議が6月23日の一般質問で、共産党について逆らえば殺される、卑怯卑劣などと発言し、議会の品位を貶めたとして懲罰特別委員会の設置を賛成多数で可決したと、嬉しそうに記事にしておりました。この新聞記事に対してですね、インターネットの掲示板5チャンネルにですね、スレッドが立っており、一般の方々からさまざまなコメントが寄せられておりました。大体合っているし、懲罰は言論弾圧だ、次、共産党は暴力革命の方針を保持しているから言葉はきついが言ってることは正論だ、次、共産党は現在も継続して公安監視対象のテロ組織なのだから危険、滅ぼすべきは妥当な評価、次、実際共産党禁止の国もあるんだし、これ確認したところ、アメリカ、イギリス、ドイツは禁止になっています。事件をいくらでも起こしてきたじゃないか、知らない議員は勉強不足、次、白鳥事件、練馬事件、渋谷暴動事件、成田闘争、いろいろあるよ、次、作ったもんじゃないということを確認していただくためにはですね、全部ひらがなで燃えるアジア、靴沢で検索していただくとすぐ出ていきますので、よろしかったら検索なさってみてください。この一般質問の話はですね、すべて共産党さんが法律を守らないで平気でいられるのはどういう理由かという理由をですね、私が説明させていただいたのが、話が始まったわけでありますけれども、